はい、左足下がりアプローチと同様ショットでも難しいはずですでも間違ったスイングはインサイドからこうしてしまうから入り口がないんで難しいっていうことですよねで一般的には下がり系はスライスと言います実は上手い人でもフック系上がり系はフックを打ちますでも下がり系をスライス打つっていうのは僕から言わせればあの間違ったスイングだからです クォーター理論では下がり系でもストレートとかドローを打てますスライスももちろん打ちますけどまずま、えー、っすぐとかドローを打てる正しいスイングをやってみますよくレッスンでね左足下がりはスライスするんで左向きましょういや直してないですよね間違ったスイングのままどうぞになってしまいますだから、えー、正しいスイングでまっすぐ打つことをすればえー いいいスイングになっているところですでクォーター理論ではこの左足下がりができてるかどうかストレートかドローを打ててるかどうかがクォーター理論のスイングの出来度が分かるのでドリルでも使いますでは処理する順番ですまず素振りをしますそしたら着地点ですよね着地点いつもより後ろになりますそれを インサイドがこうしてしまうともう芯が遠ざかってトントンとこういろんな球出てしまいますだからまず素振りで着地点いつもより後ろに当たりますオッケーそしたら少し中に入れる今度は傾斜なりに立ちます芯がどうやったら近づくかを考えるんですよねアプローチでもやりましたよねで今度はこの角度をほどかずにまっすぐ上左下に捕まえるということですで左下に 自分の胸や脳みそを振るとフェースは右上に向きます僕が言ってるのは芯ですよねクラブフェースを左下です自分のフェースが左下はクラブフェースは右に向くイメージと結果は逆っていうことですよねだからスイングのまず基本ですよねヘッドを左下に振るということですではやっていきましょう素振りで着地点傾斜なり 手首の角度をほどかずにまっすすぐ上左下ですよねじゃあ捕まった球になりますからスライス傾斜ですから相殺して低いまっすぐいきます向いた方にで手前から転がってグリーンに乗っていくというイメージで打ちますで絶対目線を上げずに上げようとせずにで振った後極端に言えば右足が前にかぶさっていくようなイメージって 正しいですよねだから右サイドがが上になれば芯が近づきますだからゴルフはどうやったら芯が近づくかを考えればゴルフなんでこうしたら芯が近づくヘッドが走れる皆さん芯が遠ざかってヘッドが走らない方法を日頃から練習しているのでこの傾斜が難しくなるはずです。